メグズ砦包囲戦は、米英戦争2年目の1813年4月28日から5月9日に、オハイオ州北西部で起きた戦闘である。イギリス軍が、インディアンの支援を得て、アメリカ軍のできたばかりのメグズ砦を奪おうとした。アメリカ軍は、前年にイギリス軍に奪われたデトロイトを取り返すために、この砦から攻勢をかけようとしていた。アメリカ軍による取からの出撃や、 救援の試みは大きな損失を出して失敗したが、イギリス軍は砦を奪うことができず、包囲を解くことになった。米英戦争の初期、デトロイト包囲戦に続いて、ウィリアム・ハル殉相の指揮するアメリカ軍が降伏した。デトロイトを回復するために、アメリカ軍は北西方面軍を結成した。この軍をジェームズ・ウィンチェスター殉相が短期間指揮したが、ウィリアム・ハリソンが、 アメリカ正規軍の少々に任せられ、北西方面軍指揮官となった。ハリソンの進軍は悪天候と物資の欠乏に悩まされた。1813年1月22日、ウィンチェスターが指揮していた前衛部隊がフレンチタウンの戦いで敗北した。ハリソンはその本体をモーミー側、すなわちマイアミデュラック側まで交代させ、暫定で、 アメリカ合衆国陸軍長官を務めていたジェームズ・モンローからの出席があったものの即座に進軍することを止めその代わりに前進を再開した時に使うことになる川と道を守るための砦いくつかの建設を命令したその中でも重要な砦がモーミー川沿いのメグズ砦とサンダスキー川沿いのスティーブンソン砦の二つだったハリソンは 最終的に4000名となる兵士の軍隊と共に、モーミー川を下ってメグズトリデの建設地に行き、1813年2月1日に、トリデの建設を始めた。ハリソンは凍ったエリー湖を渡って、対岸のアマーストバーグにある、イギリス軍人地に奇襲攻撃をかけることも考えたが、湖の氷が割れ始めようとしており、まだ未完成のトリデに戻った。 後方に残していた士官であるジョエル・ビー・レフトウィッチがこの任務に割り付けられた民兵隊の徴兵機関が切れるために部下をすべて帰らせていたことが分かった。砦の建設が止まり切り出されていた木材は焚き火に使われた。ハリソン指揮下のオハイオ州とケンタッキー州の民兵も徴兵期限が切れようとしていたのでその軍隊を解体しオハイオ州シンシナティに行って 新たな軍隊を立ち上げることにした。砦を完成させるために、公平少佐のエリエザー・ディーウッドを残していった。守備隊は、第17及び第19アメリカ不評連隊の制服も貧相な数百名であり、これに、やはり徴兵期限が間もなく切れる、ペンシルベニア州とバージニア州の民兵が加わっていた。砦は、モーミー側の南岸、マイアミ・ハヤセの近くにあった。 川の対岸にはイギリス軍マイアミトリデの廃墟があり、1794年にホールンティンバーズの戦いが起きた戦場だった。メグズトリデの敷地は8エーカーあり、当時の北アメリカでは最大のものだった。防御策は高さ15フィートのボっクの囲いであり、8棟の商用材をつないでいた。北面はモーミー川で守られ、西面と東表は谷になっており、 南面のみが木を切り払われて開けた斜面になっていた。早春は悪天候が続き、まだ脆弱だった砦に対して、イギリス軍の攻撃を妨げていた。デトロイト前線のイギリス軍指揮官ヘンリー・プロクターは、プレスク・アイルへの攻撃をせかされていた。そこでは、アメリカ軍がエリーコを支配するための戦隊を建造しており、プロクターは、 そこそこの援軍が得られなければ攻撃できないとしていた。その代わりにメグズ砦を攻撃し、夏の作戦のためのアメリカ軍準備を妨害し、あわよくば物資を捕獲しようと考えた。ハリソンはプロクターが出撃準備をしている情報を得て、300名の援軍と共にモーミー川を急ぎ降り、砦の守備隊を1100まで増やした。ケンタッキー州知事アイザック・シェルビーを説得して、 グリーンクレイ巡将の指揮下2200名のケンタッキー州民兵旅団を招集させた。クレイの旅団はハリソンの後を追ってモーミー川を下ったが、砦が包囲されるまでには間に合わなかった。プロクターの部隊は4月26日にモーミー川、川口で上陸した。その部隊は、ロイヤル砲兵隊31名、第41不評連隊423名、 ロイヤルニューファンドランド連隊63名、その他の部隊16名、カナダ民兵462名で構成されていた。さらに小人遺族インディアン指導者テカムセと、ワイアンドット族州長ラウドンヘッドが率いる約1250名のインディアン選手がいた。大砲は、デトロイトで捕獲した24ポンド砲2門、軽量砲9門、9ポンド砲を搭載した砲艦2隻だった。 イギリス軍がモーミー川を遡り、砲台を設置するまでに数日を要した。これらの大半は北岸で行われたが、一つだけは南岸で設置された。インディアンの大半も南岸におり、鳥を密かに探っていた。イギリス軍が砲台の設置を終わると、ハリソンは鳥の内側に高さ12フィートの柵と森土を急増するよう命令した。 イギリス軍の砲台は5月1日に砲撃を開始したが、砲弾の大半は、柵と森土の湿った土にめり込んだだけで無害だった。5月2日、ハリソンはクレイの部隊に伝令を送り、部隊の一部で北岸のイギリス軍大砲を使えないようにしてから砦に撤退するよう命令し、その間に砦から出撃して南岸の砲台を攻撃すると伝えた。 インディアンは川を適切に守っていなかったので、クレー隊は完全な吸収を行えた。5月5日、早朝、クレー旅団のウィリアム・ダドリー大佐が指揮する、文献隊が川の北岸に上陸した。ダドリーが指揮した部隊は、自身のケンタッキー第10民兵連隊の761名、同第13民兵連隊の60名、アメリカ陸軍正規兵45名で構成された。 この部隊は北岸の砲台を吸収し、大砲を使えなくしたが、キャプスタンボーの代わりに米屋を使っており、これは一時的に使えなくしているだけだった。その後でダドリーは部隊の一部を統制できなくなった。森の中からインディアンが銃で撃ってきたので、一部の兵がインディアンを追撃し、森の中深く入ってしまった。ダドリーは彼らを引き戻そうと後を追い。 砲台のところには、ジェームズ・シェルビー少佐を指揮官として残した。イギリス軍、アダム・ミューア少佐が、宿営地から第41不評連隊の3個中隊と、カナダ民兵隊1個中隊を引き、砲台に殺到して、シェルビー隊の多くを殺し、降伏に追い込んだ。森の中では秩序をなくしたアメリカ兵がインディアンとの戦闘で混乱し、大きな損失を出していた。 ダドリー隊の将兵886名の中でわずか150名のみが逃げ出して砦までたどり着いた。その後この戦闘はダドリーの虐殺あるいはダドリーの敗北と呼ばれるようになった。砲台攻撃に関わっていなかったクレイの残り部隊は無事砦に到着し守備隊を補強した。南岸ではアメリカ軍の出撃は部分的に成功した。 350名の正規兵と主眼兵を指揮したジョン・ミラー大佐が砲台を占領し41名を捕虜にした。しかしイギリス軍リチャード・ブロック大員が第41不評連隊の中隊、民兵2個中隊、インディアン300名を率いて反撃し激しい戦いの間にミラー隊に大きな損失を出させ砦に撤退させた。この戦闘の ダドリー隊で捕虜になった者たちは、イギリス軍宿営地に近いマイアミ取で廃墟に拘束された。ここで、インディアン戦士のいくらかが、捕虜の虐殺をはじめ、テカムセ、イギリス軍、マシューエリオット中佐、およびインディアン部、トマス・マッキー隊員が、戦士たちを説得するまでに、いくらかのアメリカ兵が殺された。テカムセがプロクターになぜ虐殺を止めなかったか尋ねると、 プロクターはインディアムを従わせることはできないと答え、うせろ。お前は指揮官には向かない。言って、ペティコートでもつけていろと言ったとされている。別の資料では、テカムセが、私は救うために征服する。あなたは殺すために言っていると言って、プロクターを非難したとしている。目撃者の証言では、この虐殺で12人ない死14人が殺されたと、なっている。 5月5日の戦闘はマイアミデュラック川片原で起こったのでイギリス軍はマイアミ側の戦いと呼んだ。第41不評連隊はこの勝利を記念してマイアミという戦勝栄誉を与えられた。現在のアメリカ陸軍にはこの戦闘に参戦したアメリカ軍3個連隊の後継部隊であるとする部隊が5個存在する。 また、鳥の建設に関わったバージニア民兵隊は、現在の衆軍機兵隊になっている。イギリス軍の公式報告書では、戦死14名、負傷47名、捕虜40名となっていた。報告書は5月5日付となっているが、5月5日を含む、包囲戦全体の報告になっている。というのも負傷者の中に、カナダ民兵のローレンと、 ボンディ隊員を含んでおり、5月3日に砲撃で負傷し、それが致命傷となっていたことが分かっているからだった。イギリス軍と同盟するインディアンの損失は19名が、戦死、または負傷していた。ハリソンは4月28日から5月9日まで続いた、包囲戦全体での守備隊損失を、戦死80名、負傷190名であり、そのうち敵の砲撃では、戦死12名、 負傷20名と報告した。これは5月5日の出撃で68名が戦死170名が負傷したことを示している。イギリス軍の公式報告書ではアメリカ兵547名を捕虜にしたことになっているが、プロクターの注釈では80名以上の捕虜がインディアンによって連れて来られたことを含んでいないとされている。よって、 捕虜の総数は約630名となる。ハリソンの報告書には守備隊で不明や捕虜の数が報告されていない。よって5月5日に捕まった兵士は全て北岸のダドリー隊のものだったことになる。ダドリー隊の公式報告書はケンタッキー民兵隊の捕虜が仮釈放された後に作られたものであり、80名が戦死、100名が負傷とされていた。 これによりダドリー隊866名の中では、戦士80名、負傷後の捕虜100名、捕虜530名、不明6名となり、アメリカ軍全体の5月5日の損失は、戦士148名、負傷170名、負傷後の捕虜100名、捕虜530名、不明6名となる。5月7日、正規兵捕虜の交換とケンタッキー民兵捕虜の 仮釈放の条件が協議され、正式にイギリス兵捕虜と交換されるまで、これらの捕虜は軍事行動をしないという制約のもとにサンダスキー側まで護送された。これと同じ日に、プロクターの砲兵が砲撃を再開したが、インディアンの大半は戦場を離れ、カナダ民兵はその農場に戻ることを絶望していた。再開された砲撃でもほとんど効果はなく、 砦の守備隊はこの時点で包囲側の勢力を上回っていた。プロクターは5月9日に包囲を解いた。包囲戦全体でのアメリカ軍の損失は、戦死160名、負傷190名、負傷後の捕虜100名、捕虜530名、不明 6, 6名、合計986名となった。歴史家のジョン・サグレンは、包囲戦全体でのプロクター軍のインディアンを含まない。 損失は戦士14名、負傷47名、捕虜41名としており、5月5日以後に1名が捕まったことを示している。イギリス軍が包囲を解くと、ハリソンは約100名の民兵と共にクレイに砦の指揮を任せた。7月にテカムセは砦を占領する試みを再開するよう、プロクターに促した。テカムセの戦士たちはクレイの部隊を 砦出からおびき出すために森の中でアメリカ軍援軍を攻撃しているかのように見せようと偽装の戦闘を演じた。しかし、クレイは援軍が来ないことを知っており、この計略は失敗した。プロクターはすぐに2回目の方位を説いた。ありがとうございます。